食え食え、おっしゃ来た、おっしゃ、よし、今のはいい食い方だったな。はい、今年も雨の中薬師沢越えを目指して歩いております。昨日はね、太郎越えで一泊してお昼食べてから出てきました。明日が釣りになるかどうかはわからないんですけど、まあとりあえず小屋に入ってのんびりしようかなと思います。はい、今回の黒部源流釣りいよいよスタートです。まあ、いよいよって言っても山に入ってから今日で4日目ですかね。まあ、太郎で1泊して薬師沢小屋で2泊して、で天気がようやく回復したんで、まあ、今日は黒部川源流の本流を上の方まで釣りに行こうかなと思います。昨日ものすごい増水だったんですけどね、翌日にはこのように綺麗な川に戻っております。じゃあ行ってみましょう。赤木沢の出会いまでもう少し。いやー、めちゃくちゃ綺麗ですね。すげえ。ちょっとやっぱり今日水量が多くてここまで来るのが大変だったんですけど、あともう少しで赤木沢の出会い到着です。
さてでは今回の釣りを始めていきたいと思います。今回もルアーですね。今年の黒部もルアー。とりあえずルアーはアクトを使っていこうかなと。去年の黒部川だと D コンタクトが良かったんですけど、まあ、とりあえずこれ使って反応悪かったら別のルアーに変えようかなと思います。バレた。足元でヒットしましたけどバレました。おっしゃー、あ、バレた。ほっぺの黒い、あーやばい、逃げられた。おっしゃバレるね。おっしゃナイス。あそして最後にバラスト。なるほどね。でかい、でかい、ナイスサイズ。あーやばい、よっしゃ網が。おお、
しゃ、あバレた。そしてバレる。はい、楽しい。おっしゃ、また来たけど外れた。じゃあもう一回、あ何回バラしてんの。いや入れ食いだけど全然キャッチできないですね。ヒットヒット。そしてバラス、バラス、あ、入った。はい、綺麗なイワナちゃんが釣れましたと。まあ最後バレましたけどね。はい、下からやっていきます。まず落ちる肩口ですね。ちょっと長めに流してます。そこら辺で出てもおかしくないんですけど、ね、で次じゃあ、ちょっと流れ込みの上の方から流していきます。はい。じゃあ上の流れ込みを流していきます。そこら辺出そうですけどね。ほっ、よっしゃー。まあまあいいかと。あ、外れた、くそ。今、まあまあいい方でしたね。じゃあ岩の際、岩の際、そこも出そうですよね。そこら辺ですけどね。ほら出た、よっしゃ、一発一発。あ、また外れた。2連続いって2連続バラし。あ、いい感じでゆっくり出ますね。気持ちいいですね、相手が取られてね。よし。で3発目はあの小さな落ち口の真ん中ですね。そこでやっていきます。うわ、よっしゃー、3連発。今度はいや、これ3連発です。まあまあいい方ですね。よし、はいはいはい、でかいですね。25ぐらいある。うわー、綺麗だな。いいイワナですね、ほんとね。綺麗だ。よっしゃ、まあ、25、6ですかね。はい、流れの脇手前すぎたです。はい、出ましたね、ゆっくり奥からね。まあ、あー、バレた。まあ、しゃあねえか。しゃあないですね。まあ、どうしても、まあ、そこまで結構ラインをたるましてるのもあって、まあ、まめにやらないとダメだな。結構ラインの回収がいい加減になってるんで、やっぱりバレやすいですよ。倒れちゃってんだ。もう出た。よしよし。
まあ、サイズはそんな大きくないですけど、はいはい、出てくれましたね。はいはいはい、まあ20枚ぐらいですかね。はい、綺麗なイワナちゃんです。はい、よいしょ。はいはい、じゃあ出します。ありがとうね。地元でヒット。足元ヒット。まあ終わりか。でバレる。はい、今回の釣りが終了です。もう2時半なんですけど、そろそろ小屋に引き返さないと間に合わないので、間に合わないっていうのは夜のご飯に、夜ご飯が夕方の5時からなんですよね。で、2時間半ぐらい多分戻るのにかかるので、まあ、ちょっとそろそろ竿を畳んで帰ろうかなと思います。はい、今回の黒部長江、去年に引き続き雨に打たれながらの下山となっております。太郎小屋までの登りを今登ってきたんで、もうあとは下って帰るだけですね。まあ、今回4泊5日の日程で実質釣りになったのが昨日1日だけっていう状態だったんですけども、まあ、それでも赤城沢出会いまで行けたり、まあ魚はたくさん見れたんでね、釣れるかどうかは別として、今回ルアーがね、あんまりハマらなかったんで、次回というか来年はね、また餌釣りに原点回帰して餌でやろうかなと思ってます。じゃああと、まあ、太郎で一休憩してから下り2時間半か2時間そのぐらいですかね、頑張って歩きたいと思います。